ロゴルイビルスラッガーは、アメリカ合衆国、ケンタッキー州、ルイビルのスポーツ用品、メーカー、ヒラリックブラズビー社のブランド。カタカナ転写には、揺れがあり、最初に現れる S は、英語では発音しないが、日本の正規代理店である、ウィルソン社は、ルイスビルスラッガーと転写している。創業120年以上を誇り、ローリングスと並ぶ、老舗野球用品メーカーである。 特にバットにおいて力を入れており、かつてのベーブルーズをはじめアメリカ野球殿堂入りの野手の80%が同社のバットを使用していたなど、メジャーリーグでは圧倒的シェアを占めており、現在においてもデレクジーター、アレックス・ロドリゲスを筆頭に60%の選手が使用している。日本ではルイビルに S のスペルが入っていることからルイスビルスラッガーと呼称。 表記されることが多い。ロバート・マックロスキーの児童文学作品、愉快なホーマー君では、ルイスビル強打者と表記されているが、これは役者の石井桃子が綴りそのままに翻訳したため、ザ・ラージスト・バッド・イン・ザ・ワールドとルイビル・スラッカー、ミュージアム・アンド・ファクトリー1883年、父の木材店で働いていた当時十七歳のバド、ヒラリックが、ピート・ブラウニングのためにバットを作り、 ブラウニングがそのバットで3安打したことがきっかけで、そのバットの評判を聞いた選手が多く駆けつけ、依頼が殺到するようになり、ヒラリックは翌年の1884年にルイビルスラッガーを設立した。そして1923年にはバット市場でトップシェアを得るようになったが、これはベイブルースの功績によるところが大きい。当時はルースが 多くのホームランを打ちファンを熱狂させていた時代であり、選手の間でも彼の使っていたバットが注目され、その後多くの選手が同社のバットを使用する様になった。1980年にはその年のリーグの最も打撃の優れた選手たちに贈られるシルバースラッガー賞を創設。創業からこれまでに販売してきたバットの本数は1億本以上と言われている。 2015年3月、ウィルソンスポーティンググッズがブランドを7000万ドルで取得したと発表された。長嶋茂雄は現役時代、ルイビルのバットを使用していたことがあった。1959年の展覧試合で2本のホームランを打ったが、この時のバットは試合当日の朝に選んだ枕元に並べた5本のうちの真ん中のルイビルのものだったという。この当時はアルシモンズ、 ラルフ・カイナー、アル・ケイ・ラインといった大リーガーごとのモデルが販売されていた。同社の博物館、入場券売り場付近の壁には、これまで同社と契約した約4000選手の名前が年代順に掲示されている。その中の日本コーナーでは、前述の長島ら22人の名前があるという。保管室に並んだ約3000選手のバットのモデルの中には、張本伊のバットもあるという。 大沢春のバットもあるが本人によると、大モデルを作りたいという依頼によるもので、現役時代は日本製を使っており、ルイビルのものはプレーでは使用していないという。ウォーレン・クロマティ、広大佐を、ニムラ・トール、ニムラ・カオル、佐々木・治などもかつて契約選手として、同ブランドを使用していた。ABC ムダイドキュメント、ルイビルスラッガーシャバットの電動、サンスポー、コム、 2012.5、8、老舗ブランド、ルイビルがウィルソンに売却日刊スポーツ、2015年3月24日、配信3、これぞ、長島竜バットへのこだわりスポ日、2008年1月7日、読売新聞2014年4月23日19面歴史を変えた、長島茂雄のホームラン AB、ルイビルスラッガー車バットの殿堂、サンスポー、コム、2012.5、 8. ありがとうございます。